島尻愛子は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員。第3次安倍第一次改造内閣で、内閣府特命担当大臣を務めたほか、内閣府大臣政務官、復興大臣政務官、内閣府大臣補佐官、参議院環境委員長、自由民主党女性局長、参議院議員、那覇市議会議員等を歴任した。宮城県仙台市生まれ。 セイウルスラ学院高等学校、上智大学文学部新聞学科卒業。高校在学中、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ハンティングトンビーチハイスクールに留学した。大学卒業後、1988年に、シェアソンリーマン証券日本法人に入社。その後、沖縄ビジネス外語専門学校講師や、JSL 日本アカデミー副理事長を務めた。 2004年、那覇市議会議員補欠選挙に民主党公認で出馬し、初当選した。2005年、那覇市議に再選を果たすが、再選後に民主党を離党。2007年、沖縄県選挙区選出の糸数恵子参議院議員が沖縄県知事選挙に立候補するため辞職し、それに伴い、 4月22日の第16回統一地方選挙後半戦にて実施された補欠選挙に政治団体 I Love Okinawa 輝く県民の会公認で出馬参院補選で当選後自由民主党に入党し平成研究会に入会した2010年の第22回参議院議員通常選挙では 選挙対策本部長に沖縄県知事の中井正宏太を迎え自民党公認で沖縄県選挙区から出馬前年の第45回衆議院議員総選挙では自民党が大敗し衆議院の4つの小選挙区ではすべて民主党及び民主党と選挙協力を行った社民党国民新党が議席を獲得していたため島尻は 沖縄県選出の唯一の自民党、国会議員だった。普天間飛行場の名護市辺野古への移設について、総選挙後は容認の立場だったが、2010年の参院選に、際しては、民主党がすでに事実上断念していた、県外移設を主張した。沖縄県選挙区で、社会民主党推薦の山城広次らを破り、再選。2012年、第2次、 安倍内閣で内閣府大臣政務官及び復興大臣政務官に任命された。2013年2月、島根県主催の竹島の日記念式典に出席した。政府関係者がこの式典に出席したのは初めてで、ある。2014年9月、参議院環境委員長に就任。2015年10月7日、第3次安倍第1次改造内閣で、 内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣した。沖縄県選出の閣僚は、島尻で史上4人目だった。2016年の第24回参議院議員、通常選挙に参戦を目指して、沖縄県選挙区から自民党公認で出馬したが、元木野湾市長の伊波洋一に敗れ、落選した。島尻の落選により、 沖縄県の選挙区から選出された自民党国会議員はいなくなった。参院議員に落選したものの、選挙後、当面大臣は続投する方針が政府から示され、翌月の内閣改造まで閣僚の職に止まった。2016年8月、公認の鶴穂洋介沖縄及び、 北方対策担当大臣により、沖縄振興及び子どもの貧困対策を担当する大臣補佐官に任命される。2017年8月、鶴穂の公認の江崎哲馬大臣の下でも大臣補佐官に再任された。2018年2月27日、自身を任命した江崎哲馬の大臣辞任に伴い、自らも大臣補佐官を辞任したが、 江崎の公認の福井寺市大臣が、同日の記者会見で、島尻を続投させる意向を表明し、3月2日付で、再度、大臣補佐官に任命された。10月2日に成立した第四次、安倍改造内閣の宮越光弘大臣の下でも、続投。2019年1月25日。 自民党は4月21日の第19回統一地方選挙後半戦にて実施の衆議院沖縄県第3区補欠選挙での島尻の公認を発表。同日、島尻は大臣補佐官を退任。3月2日、衆議院沖縄3区補欠選挙への出馬を正式表明するも、やら朝広に敗れ、国政復帰は叶わなかった。 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙に再び沖縄3区から立候補し、前回と同じ立憲民主党公認のやらとの一騎打ちとなった。やらに7200票以上の差をつけ当選。日本国憲法の改正に賛成。日本の核武装について将来にわたって検討すべきでないとしている。 原子力発電は日本に必要。沖縄県議の湾市の普天間飛行場の移設について、一期目は、容認の立場を取っていたが、2009年に発足した、鳩山幸男内閣は、県外移設もしくは国外移設を表明し、その後事実上断念する。島尻は2009年から辺野古への移設反対、県外移設を主張するようになり、 2010年6月22日に開かれた第22回参議院議員通常選挙の公開討論会において普天間飛行場の移設先についての島尻と自民党の主張に矛盾があると指摘されたが、鳩山政権下での日米合意には地元沖縄との合意はない。そんな合意は有効であるはずがない。無効を訴えると反論した。 2012年の内閣府大臣政務官就任後、辺野古への移設を容認する立場に転じ、県外移設を主張していた自由民主党、沖縄県連の方向性を辺野古容認にシフトさせる動きを先導した。また、自民党沖縄県連会長在任中の2015年には、名護市辺野古への新基地建設に反対する市民運動について、 責任のない市民運動だと思っている。私たちは政治として退治すると発言した。2010年第173回国会で選択的夫婦別姓を認める民法の改正に反対する請願を提出したが、朝日新聞が2016年に実施した調査では選択的夫婦別姓制度の導入に対する賛否を明らかにしなかった。 参議院議員在職中はみんなで安国神社に参拝する国会議員の会に所属しており現職の大臣政務官だった2013年4月8月に安国神社を参拝した日本会議のメンバーであるありがとうございます。